気筒休止エンジンは、低負荷運転時あるいはアイドリング時に、一部、または全部のシリンダーを休止させる機能を搭載した、レシプロエンジンである。可変排気量エンジン、変バンク休止エンジン、可変シリンダーなどとも呼ばれている。可変バルブ機構を内蔵した、ロッカーアームを用いカムからバルブへの伝達を遮断させるか、何らかの方法で、ゼロリフトのカムに切り替えることで、 吸排気バルブの両方を、前閉、密着、排気お及び燃料供給を停止させることによって、目的のシリンダーを休止させる。この、休止は、熱機関の稼働サイクルとしての休止であり、同部品の往復、回転運動までが停止するわけではない。そのため、休止したシリンダーは、断熱圧縮、膨張に近いサイクルとなり、作動機体による損失は小さくなるが、 部品同士の摩擦損失はなお存在する。人を休止させることによって、見かけ上、より排気量の小さなエンジンとなる。特に低負荷時に、人を休止させた場合、同等の出力を出すためにスロットルバルブを相対的に大きく開けることになるため、ポンピングロスが低減され、燃料消費と排気ガス排出量を低減できる。運転者によるアクセルペダルの入力とは、 無関係に、スロットル回路を変化させる必要があるため、スロットル制御には、一般的にドライブバイワイヤーが用いられる。また、単純に稼働している、気筒数が減ることで、実質的な送配器量が減り、アイドリング時などは燃料消費量が減る。なお、気筒休止中も点火プラグは放電している。これは、気筒復帰した際に点火プラグの汚れで失火するのを、 防ぐためである。V 型エンジンを持つ大型トラック等にあっては、アイドリング時に変バンクを休止させる機構を持つものが多かった。また、回1などにおいても、気筒休止エンジンは存在するが、これは燃費向上を目的としたものではなく、コーナーで速度を落としつつも高い回転数を維持することで、コーナーを抜けた後の立ち上がりを確保するためである。気筒休止エンジンでは、 気筒停止中のピストンも上昇、降下を繰り返す。そのため、気筒休止に移った瞬間において、下支点付近でバルブが閉じた場合は、内部の空気が圧縮されるが、次の工程では圧縮された空気によって、ピストンが押し返される。逆に、上支点付近でバルブが閉じた場合は、負圧として働く。このため、クランクシャフトの回転エネルギーを、 圧縮空気に変換して蓄える形の一種のフライホイールとして機能する。直列4気筒エンジンではアイドリング時などはフライホイールを大きくした場合と同じ効果により安定するが V 型6気筒では変バンクを停止させるため振動が大きくなりアイドリング時は気筒停止させていない。気筒停止した時の振動の低減や 気筒停止に切り替えた時の出力変化をいかに低減させながら気筒停止運転をいかに長く作動させるかが課題である。GM では気筒停止で作動させられる間隔が短く思ったほど低燃費効果が現れないとしている。またバンクごとに触媒を持つ部位型エンジンにおいて変バンク休止を行う場合、触媒の温度を維持するために適宜休止するバンクを切り替える必要がある。 蒸気の課題のほかにも、気筒休止以外で低負荷時のポンピングロス低減が、測りやすくなっている点もある。例えば現在 DOHC を中心に普及している、位相変化タイプの可変バルブタイミング機構においては、作用角の広いカムを用い遅角することで吸気遅、閉じによるポンピングロス低減が測れるほか、同じくポンピングロス低減に、 有効な EGR 導入を多く行うことが増えたため、機構や制御が複雑となる、気頭休止をさらに採用するメリットが低減している側面もある。ただし、位相変化タイプの可変バルブタイミング機構の採用が難しく、気頭休止機構を内蔵できるロッカーアームが元より存在している、再置 C 及びオフにおいては現在でも有効であり、導入しやすい機構とも言える。 ホンダの新型 VCM 搭載 V6 エンジン。ありがとうございます。